青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回はですね、ウクレレの弦、これをチューニングを安定させるというお話ですね、いかに早く安定させましょうかというお話です。弦を張り替えますとものすごく伸びますね。ナイロンの方が伸びて、フロロカーボンもそれほど伸びないという感じなんですけど、それでも結構伸びます。でそういう時はどうするかというと、引っ張るんですね。こうやって結構こういう感じに引っ張ります。こうやってグイ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 伸ばすんですね、弦をグイって引っ張ります。そうすると最初のうちはグーッと持ち上げると面白いぐらいにヒュ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 って伸びてる感じがわかるんですけど、それでチューニングをします。はい、でこれチューニングが合うと、でまた引っ張って伸ばします。はい、あんまり引っ張りすぎると切れる場合がありますので、そこら辺は力加減注意してくださいね。また伸びてますよね。伸ばしてっていう感じで、やります。そうすると通常置いてると1週間ぐらい安定するまでに時間かかるところが、だいたい半日ぐらいで安定してくるようになるんですね。はい、張り立てすぐはいくら引っ張っても引っ張ってもまだまだどん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 伸びていきますけども、それをずっと伸ばしてやっていく。でまあ素材的にもともとチューニングが変わりやすいんですね。寒いところに持っていきますとエアコンがガンガン夏場でも効いてると、チューニングは高くなります。弦が縮むのでね。で、あったかいところ、暑いところ、まあイベントとかで弾くっていう時はどんどん伸びていくんですね。その辺が鉄よりも素材的に温度の変化に、よって変わりやすいものでありますので、なるべく一定した温度変化のないところに保管するのがいいということですね。それからですね、まあこれは諸説いろいろあるんですけども、弾き終わった後にチューニングを緩めましょうというのを推奨しているお店とか、ウクレレメーカーとかもあるんですけども、一旦緩めますと次またちょっと安定するのに時間がかかるんですね。はい、だから昨日弾き終わりました、緩めました、朝弾こうと思ってチューニングします、伸びますっていうようなことになるんですね。でなるべくビジョン緩めない方を推奨しております。はい、そうするともう安定したままですので、ずっとそのまま安定すると思います。はい、で気になる方はですね、普段弾かないウクレレ1本しか持ってなくてそれだけっていうんであれば張りっぱなしでいいと思うんですけども、もう2本持ってて、もう1本の方はケースの中にもう3ヶ月眠ってますよ、そういうウクレレはちょっとだけ緩めてあげるといいのかもわかんないですね。ギターもそうなんですけど、弾かないギター、もうケースの中にずっと入れときますよ、ギターはちょっと緩めたりしてますので、そういう感じにしてもらうといいと思います。ただあまりにも張りの強い弦ですね、ものすごく太い弦を張るとか、そういう場合はそういうことをやってらっしゃる方は弾き終わったら緩めた方が、これは例外としていいと思うんですね。はい、だから基本的に緩めないで一定の弦の張りを保ちつつ、温度変化のあんまりない場所ではチューニングが安定してくると思います。はい、で、あとはですね、ここフリクションペグなんか特にそうなんですけど、ここにネジがありますよね。このネジの締め具合によって止まってるわけなんです。これ緩めるとビヨーンってなりますからね。でよくチューニングが狂いますよっていうウクレレ、もしかしたらここのネジが緩んでるんじゃないですかね。フリクションペグの場合ですよ。ギア式のは関係ないんですけども、ギアで止まるので、こういうやつは直結になってます。フリクションペグですね。このフリクションのテンションのかかり具合によって弦を止めてますので、ここのネジが緩んでるとチューニングは安定しないです。それは見といてください。はい、スティール弦、アコギとかエレキとかと比べてやっぱり素材的に伸びやすい素材でありますので、伸ばしとくということですね。まあライブとかで万が一切れたら困るので、今まで張ってた弦ですね、これ新しいのに取り替えました。でその取り替えた古い弦っていうのはウクレレケースにしまってあります。そのままそういう一回伸びきった弦は新しい弦よりも安定しやすいんです。ライブ中に万が一切れた時にですね、今まで張ってた弦ですね、これ新しいのに取り替えました。でその取り替えた古い弦っていうのはウクレレケースにしまってあります。そのまま古い弦を張ると、すぐ安定するので、そういうやり方をとっております。
はい、あとはですね余談ですけども、そもそもウクレレの弦っていうのは伸びきった頃、まだチューニングが安定してないのじゃないですよ、伸びきった頃がその弦のポテンシャルを最大限に発揮できる頃だと BJ は考えるんですね。弦を張りました、好みの音じゃなかったです、30分して張り替えました、これちょっともったいないなと思うんですよね、張りました、なんかこもった音とイメージと違うなっていうのも、引っ張って引っ張って伸びきった頃にパリンと張る音になる場合があるんですね。このオルカスの弦がそうなんですけども、張った頃時はなんかこう丸っこくて張りがなくてうーんっていう感じなんですけど、伸びきってくるとこういうなんか張りのある音ですね。いい音ですよね、こういう感じの音になりますので、 2,3 日もしくは時間に余裕があったら1週間ぐらい張ってみて、うん、気に入らない取り替えるっていう風にしていただきたいなと思います。はい、まあそんな感じで弦はですね常に同じ状態を保って気候を同じにしときますと、そのうち安定していきます。あとはだからそのうちの期間を引っ張って短くする感じですね。はい、弦についてのその安定させるというお話でした、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。雨が降って水の音、気持ちが癒される、土に染みて消えてゆく、表に残らない、大事なものはその先にある、すべて目に見えるわけじゃない、何も静かにゆっくり時を待つ。めちゃめちゃ綺麗ですね。